マイク・ペンスがこれからの中国との関係にいわゆる鉄のカーテンという言葉を使った。果ての冷戦時代の言葉が久しぶりに出てきた。鉄のカーテン、そういう中国対米国アメリカが経済を中心とし、また安全保障を含めた対立関係を作ろうとしておること、その方向に向かっておることは間違いありません。そういうさなかに今菅沼光弘先生の書かれた米中新冷戦時代アジア新秩序という本が発売されております。この本の大体概略についてご本人の菅沼先生からお話を伺いたいと思います。この本を書かれたポイントはどういうところでしょうか。あなたがおっしゃったように、昨年の10月にそのペンス副大統領がまさに中国に対して宣戦布告をやるとまあいうことをやりました。これは単に経済とか金融貿易だとかそういうことではなくて、今要するに習近平の独裁体制を敷こうとしているこの中国で、この習近平をまあ言うならば習近平体制をあらゆる意味でおいて打倒しようと、こういうアメリカの決意をまあ彼は述べたもので、でこれがトランプ政権の対中国政策の何て言いますか、総決算みたいな感じで発表されたわけですけれども、このことによって米中の関係っていいますのが、あなたがおっしゃったようにこの本の題にもなっていますけれども、いわゆるその冷戦時代の米ソの対立のような状況に来てるんではないかと。米ソがかつての冷戦の時代には全面的に対立したわけですけれども、だからそういう時代に来てるんではないかと、まあいうことで、一般的にこのジャーナリズムの世界では新冷戦という言葉が非常に使われているということなんですけれども、この米中のその全面的な対立というのが今アジアに非常に大きなさまざまな波紋を投げかけているわけですね。で、さしずめ、例えば中国じゃなくて北朝鮮半島ですね、朝鮮半島の米中の話し合いと、まあいうようなものもこの中で解釈しなくちゃいけないし、それから今アメリカは朝鮮半島から南の方にアジア政策の重点を変え始めたわけですね。これがここでも言いましたけれども、その昨年の12月の31日にトランプ大統領が署名しましたアジア再保障イニシアティブ法という法律に基づきましてね、要するにアジア政策の重点をこの南の方に移すと。そして今この台湾に対してアメリカが非常に大きな力を今及ぼしようとしている、要するに武器の援助を中心に米アメリカと台湾の関係というのが非常に多くなってくるし、それから今アメリカは例えば南シナ海あるいは台湾海峡にどんどん軍事力を進出させまして緊張を高めていると、まあ、こういう状況ですよね。しかしそういう状況の中で最も注目しなきゃいけないのは、この本の前書きにも書きましたけれども、実はこの2月にアメリカは突如としてソ連ロシアとの間に結ばれた中距離核ミサイル、これの条約廃棄の条約をから我々は撤退すると。でこれがこの5月に6ヶ月後に
発行するわけですけれども、要するに今までアメリカとソ連ロシアとの間にはまあ言うなれば核兵器を使わないというような形できちんとした枠組みができてたわけですけれども、この新冷戦時代といいますのはそういう形で核兵器を要するに何て言いますか制限しよう、あるいは核兵器を使うことができないようにしようというような国際的な仕組みがなくなって、まさに今アジアでは中国、そしてロシア、そしてアメリカ、さらに北朝鮮と、あるいはインド、パキスタンと言ってもいいんですけれども、そういう核保有国がしのぎを削って核、要するになっていますか、軍拡を、まあ、やろうとしているわけですね。アジアの情勢っていうのはかつての冷戦時代のようにロシアとアメリカ、少なくとも核戦争だけは避けようと、まあ、こういう仕組みが全然なくなっちゃったような状況が今現れているわけです。で、そういう中で一体その我が日本はどうやってこの中に生きていくべきかと、これは我々に与えられた非常に大きなこの何て言いますか試練なんですね。この要するに新しいアジアの情勢の中で我々はどのように生き延びていくかと、まあ、これが今我々に課された、したがってそういう状況についてこの本の中ではどういうことになってるんだということを説明した本でありまして、まあぜひ皆様方読んでいただきたいと思うんですけれども、しかしその中で一つあれされましたのは、ここに書いてますのは他のところでいろんな人がいろんなことを言ってますけれども、それとは違った要するにニュアンスで問題を分析していると、まあいうことで、まあなかなかいい本ではないかと自負してますけれども、まあそういうことで概略を説明するとそういうことであります。以上だよ。そういうことで、菅沼先生は明治大正のいわゆる教育の流れを、前身に受けた昭和、その昭和を生き抜き、そして、平成を通じて書かれた体験経験、そして世界中から集めた情報をまとめて、今後のアジアの新秩序いかなるものであるかを書いておられます。ぜひ、この本を見て今後の日本の世界に向かう戦略はどのようなものが必要なのかを考えていただきたいと思います。